プロムとは、プロムナードの略称で、イギリス、アメリカ、カナダの高校で学年の最後に開かれるフォーマルなダンスパーティーのことである。高校最後の学年に開かれるものをシニアプロム、最後から2番目の学年に開かれるものをジュニアプロムという。特に卒業時に開かれるプロムは、アメリカやカナダの高校生にとって、とても重要なイベントとなっている。また、 大学でもプロムが開かれることがある。参加は原則として男女のペアであり、相手は同級生でなくてもよく、上級生や下級生はもちろん卒業生や学校外のものでも構わない。また、参加は強制ではない。そのため、相手がいなくて全く参加しないものや、毎回違う相手と何度も参加するものなど様々である。パートナーを決めるのは、 男子が女子を誘うパターンが一般的で、卒業のプロムまでにパートナーを見つけられなかったり、思い通りの相手と組めなかったりすることが多々ある。一般的なプロムの衣装を。男性はタキシード、女性はドレスとコサージュを着用している。男子の衣装は普通タキシードであるが、目立つために派手な色をしたカマーバンドや蝶ネクタイをつける者も,もいる。女子の衣装は普通ドレスやガウンであり、 最近ではネイルアートなども定番となっている。女子にとってドレス選びはとても重要でアメリカではドレスのカタログ雑誌まで売られている。また男子は女子に花飾りやブーケを送る習慣がある。一般的なプロムの内容はダンスや食事、おしゃべりなどで基本的に夜に行われる。会場は大抵飾り付けをした学校の体育館である。 都会の高校では、ホテルの会場を借りたり、リムジンをチャーターすることもある。会場では、ロックバンドや DJ が登場芝を盛り上げる。BGM としてロックは定番であり、ヒップホップも人気が高い。また、ダンスの後には大抵、投票によって、キングとクイーンを決めるイベントがある。会場の準備や後、片付けなどで保護者が協力することが多いが、これは生徒たちが、飲酒やドラッグ、 不健全性的行為などの問題行為を起こさないよう見張るためでもある。また、プロムが終わった後ポストプロムやアフタープロムと呼ばれる二次会のようなパーティーが開かれることがあるが、これは学校の行事ではなく皆カジュアルな服装をしていてホームパーティーのようなものである。アメリカの青春映画やテレビドラマの中でたびたび重要なイベントとして登場している。プロムは そのフォーマルな様式や人気者だけが目立ちやすいイベント構成のため一部の生徒から反発を受けており反、アンチプロムは反対やボイコットを示すだけでなく生徒が独自に開催する非公式のプロムの形態を取ることもある。当然、この場合は学校側は全く関わっておらず教師の管理下外で行われることになる。そのため、 仲のいい友人や同性愛の仲間と少人数で開くことができるので、自由に予算が設定できたり、好きな音楽だけを流せたりするなど、公式のプロムより気軽に楽しめることもアンチプロムを開く大きな理由となっている。また、プロムではペアでのダンスなど男女が密着になることから、宗教的な理由でプロムを拒否する生徒もいる。ありがとうございます。